丸い十金電動ガンボーイズ M4A1。 これは、箱は中古だけど中身は未使用新品です。これをですね、見た目まるっきりフルノーマルで中身だけカリカリにフルチューンしてくれという注文が来たので、これから作ります。スプリングカラーを追加してプチ強化と精密真鍮バレルを組みます。あとはポップの強化です。こことここの2箇所のピンを抜けば、ここスポット抜けます。電池ボックスはシールでこのバレルにくっついているので、ここ2箇所切り込みを入れます。チャージングハンドルははめてあるだけなので引っ張れば取れます。リアサイトのダイヤルは、これ小さい六角で外せます。あとはこっち側のすべてのタッピングを外せばパカッとモナカが開きます。なんかコーティングされてるけど、材質は真鍮の精密バレルです。正確な内径は分かりませんが、今掃除した感じかなり中きつかったです。ノーマルよりは。カラーはこんなの足してます。完成したので初速を測ってみたいと思います。ノンホップ60ちょいぐらいに作ったんですけど、その後ホップを強めに調整してあるので、ノンホップの状態はありません。最初からホップ、レバー最弱でもホップが効いてる状態なので57ぐらいかなと思います。59ですね。58、58ぐらい。 0.15g なんで 30m はまっすぐ飛びます。有効射程 30m。 ホップ強くするとふわっと40ぐらいまで、35ぐらいかな、行くけど、それはちょっと現実的ではないかな。まあノーマルのボーイズと比べたら全然良くなってます。ちょっと訂正、フルオートだったら 40m 満ターゲットいけます。丸い10金電動ボーイズ強化カスタム、思った以上にいいスペックになりました。10金電動ボーイズの強化カスタムというのは、うち以外では見たことありません。うちもあんまり作りません。需要がないんです。ボーイズ限定サバゲーとかじゃないと使い道がないので、しかもそれ大人用で、子供の10金規制値は超えちゃってるので、それだったら18金があるので、まあ微妙な存在なんです。でこれを注文してきた方は、うちのプチ強化のボーイズスカーを使ってボーイズ戦行ってるらしいんですけど、明らかに飛距離の違う敵がいるらしく、それで、今回の注文となりました。レーザー測距器買いました。計測してた 50m ターゲットは 53m、 40m だと思っていたところは 44m でした。このボーイズは 44m のマンターゲットいけます。まあ頑張ってください。
丸井のエアコキの M16、XM177、G3 などを強化します。